父祐介が歌への思いを込めた山中湖の音楽村で初めてのフェスティバルが開かれた。エリコとレイの胸にそれぞれの愛が揺らめく。そんな時エリコにアクシデントが起こり、記念すべきトップバッターの座が危うくなってしまう。だがそれを陰で助けたのはレイであった。二人の少女の心は今触れ合おうとしていた。心をつなぐロンド。に熱烈な追っかけがつくようになればエリコちゃんもアイドルとしてもう一人前だね。一人前だなんて、私あんなに一生懸命応援されちゃうと嬉しいけどびっくりしちゃって。あの子たちの期待を裏切らないように精一杯頑張らなくちゃね。はい。まあそのためにも早く新曲の振り付けマスターしなくちゃね。発表会まであと何日もないんだから。ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー。そう違うな。あ、スリーフレーズ戻してください。はい、こうやってワン・ツー、はい、待って、はい、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・美味しいのでエリリンにもおすすめします。埼玉県のびどめのラッコペンギンさん、どうもありがとう。今度必ず試してみるからね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様。どうも。
て今日のお天気です。午前中は晴れますが、午後から小雨になる模様です。お嬢様、ハンカチは？待ったわ。ティッシュも？ああ、忘れてた、持ってきて。はいはい。うち、まあ、行ってきます。気をつけて。大丈夫？ここは若者のアミューズメントスポットとして最近できたビルなんだがね、最上階のフロアがちょっとしたイベントホールになっているんだ。若者の広場って感じで、新曲発表会にはここはぴったりですね。こんなに素敵なところで歌えるなんて。明後日新曲発表会だっていうやつが風邪をひくなんて、不注意もいいとこだ。すみません、私に謝ってもしょうがないだろう。これだから新人は困るってんだよ、まったく。エリコ。はい。ほら、レイさん、気休めぐらいには何だろう。いけない、熱が出てきちゃったみたい。明日は新曲発表会のステージ、朝までに直さなくちゃ。
リコちゃん、どうしたんだい。なんか今日は元気がないな。エリコちゃん。ごめんなさい。歌詞と振りを忘れないように頭の中でおさらいしてたから。今日は新曲発表会、頑張らなきゃ。お星様、私を守って。私の歌を聴きに。ありがとう、頑張るからね。みんな素敵と騒ぐから、わざと冷たいふりをした。どこがいいのよ、聞こえよなしに知らん顔。手に平らっているじゃない、エリコちゃん、気がついたんだね。伊集院さん、ごめんなさい、私。いいから、もう少し休んでおいで。君は熱があるんだから。でも。しかし、あんたも無茶だね。39度も熱があるのに動き回って。まあ、今日は家へ帰ってゆっくり休んだ方がいいな。そんな、私これからステージが。バカ言いなさい。ステージと体とどっちが大事なのかね。お客さんたちには納得してもらえるようにちゃんと説明するから。エリコちゃん。さあ、最後の締めいくぞ。私歌います。無理して取り返しのつかないことになったらどうするんだ。私はプロなんです。プロにとってステージは何より大切なんです。そうでしょ、伊集院さん。か、超満員だ。エリコちゃん、あんまり無理しちゃいけないよ。いいかい、気分が悪くなりそうだったら曲目を減らしてもらうからね。ええ、でも大丈夫。エリリー、エリリー、エリリー。
こんなに大勢の方が来てくださるなんて本当に嬉しいです。じゃあ最初は私のデビュー曲ロコモーションドリームを聴いてください。今までよく頑張ったね。お客さんには私から説明して。ああ困りますよ、こんなところまで入ってきちゃ。いや、この花をエリコさんにって朝霧さんって方から注文されまして。レイさんが私のために花束を。レイ君から。エリコちゃん、私歌います。歌わせてください。スタンバイ OK。ありがとう。皆さん、それじゃあ私の新曲「ホーキン」聴いてくださいね。バイクの後ろに乗せて、海の青輪みたいの、怖がるふりして背中、きっとしがみつくから。温かい声援の中でエリコはこの上ない安らぎを感じていた。厳しい言葉の裏に隠されたレイの優しさ、それがエリコをプロとしてまた一つ大きく成長させたのだ。エリコとレイがコマーシャルの初共演で訪れた撮影所、そこにはユウスケの青春の1ページがあった。あいつもこいつも